時間がゆっくり過ぎてるっていうか、なんかいてストレスなくゆっくり過ごせたかなと思います。どういう工程でラケットができるのとか全く考えたこともなかったし、今でも相当高い技術でラケットを作ってくれてるんで、限界はあるのかないのか、そこはちょっと聞いてみたいですね。